はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、なんか、クロエと一緒に、こいつ、フランクがもしかしたらレイチェルの、なんか、情報を知ってるんじゃないかって、レイチェルとの関係がね、フランクの車に入れば、レイチェルの関係とも見えて、レイチェルの行き先とかもわかるんじゃないかってことで、今回ね、この フランク、から車の鍵を奪おうってとこなんだけど、一応前回さ、何人かに話したりとかしたのよ。ネイさんに話したりとか、警官に話して、ちょっと情報を得たりとかしてたんだけど、まあ、いつも通りちょっとセーブ地点がずれてるから、セーブ地点がずれてるから、ちょっとまた、とりあえずこいつに話しかけたから、また警官とネイさんについてちょっとまたやっていこうかなと思うわ。マックス、大丈夫かい？大丈夫です。ケイトを止めようと頑張ったのに、てか、あれか、ちょっとカットするわ、残じ念だっゃあ。ごめん。た。あー、でもどうしよっかな。これはやっぱ一からやっていくか、トントントンと。トントントンとやっていけば、まあ、多分積むことはないと思うから、トントントンと聞いてみるか。アルカディアベイは変な街だと思います？これは聞いたっ普通け？の街ならこんなことになってないさ。聞いてないな、多考分。えるとうん。嫌な気分になるが。あとは、ケイトも聞いてみようしばか。らくはケイトがブあ、ラッこれはクへ聞いのた象な。徴になりそうですね。ひどい話だよ。まったく。マドセン聞いてみよブラックウェルの顔はう。あ、これを見デイたビッド・マな。ドセンじゃないですか？今だけだろう。尊敬していないわけじゃないが、いろいろあ、とてかあやれりだっすけ？ぎだよ。一通り聞けた私とクら。ロエに対してもいろいろとやりすぎなんです。そうみたいだな。前も銃を盗まれたとか騒いでいたが、思い込みが激しいんだろう。一通り聞いたら終わ他るんだのっ人け？にあ、そう聞きだ込みね。したまえ。コールフィールド警この部。重要な情報はフランク・ネイさん警官なしで使える。でも何警の官のや用つ終だわい？らせようぜ、ちょっと。ネイブさん。ラックウェルの顔といえば、ネイサン・プレスコットでは？とんでもないことを言うな。プレスコット家の噂は知ってるだで、ろ。これでちょっアとルカディア・ベイ流に乗っして。て。そんなところだ。プレスコット家は大きな土地取引に乗り出してるこられもパしい。ズル難しいのか取引な。といえば、プレスコット氏は以前俺の家族を助けてくれてな。その代わりに取引をした。そしてもう抜け出せそうにない。ああ。ああ、もし人生をやり直すことができたら。って関係ないな。朝食に戻るよ。ごめんね、朝食に話しかけて。また後で話そう。あ、これで戻っあんなこてといっ言わなきゃよかった。て、巻き戻さないと。何の用だい？これで戻って、これか。こういうの繰り返していくあんだなな、たじがゃプレスコット家のために働いてると聞いたんですが。あ。うん。何だと？そのことが噂になっここたまので見たか？な、ここまで見たよな、別確にか。責めてるわけじゃないん警で官す。との話は。プレスコット家に困ったことがないか時々調べてるだけだ。ああ。姉さんのことも頼むから黙っててくれ。あ、でも戻るマークではないのか、これ。失敗した時ってなんかあれだよね、戻れますよマークも出るよね、確か。レイチェル、んだよ、お前か。マックス・アンバーか、イメチェンか。ところで俺を停学にしてくれてあれあなのりかがな、とう体格よ。とか近いのかこんな公な。共の場でよかったな。レイチェル背高そうだけど警な。察官もいるダイナーならいくらあなたでも騒ぎを起こさないでしょ。強がっても無駄だよ。なんだと、校長にチクっといて、よくそんなセリフが吐けるな。パパ聞いてみようか。全てをもみ消してくれる優しいパパがいてあんま羨喧嘩ま腰しいでいくね。のやめようぜ。知ったふうな口を聞くな。お前に親父と俺の何がわかる。だったら教えてよ。なんでだ、気にかけてるふりあれか。かな、え、関係があんま良教くないえのるかことなんてな、ね、親父実はただのは。クソ野郎だよ。助けになれるかもよ。うるせえよ、俺に関わんじゃねえ。いいあー、やな、ばい、もうブチ切れたじ卒業ゃん。せろ。戻さないと。ネイさんでもあれじゃない？戻しまくればいいんじゃない？ こいつ切れやすいだろうからさ、警官と違ってこいつめちゃくちゃ切れるだろうから。ケイト。ケイトなら泣き寝入りすると思ってたんでしょ。ああ、自殺の件何言っね。てんだ。何か持ったんでしょ。マックス、お前本当にバカだな。何も分かってねえくせに偉そうにしやがって。そんなに俺を敵に回したいのか。ああ、ちょっと騒ぎを起こさないでよ。
こんなの騒ぎのうちに入らねえよ。なんなら名誉毀損でお前を訴えてやろうか。お、なんだそこら。おい、さっさと失せな。ただこっちの方がお金持ってるかな、あいつの方がお金持ってるからな。しつけえな。今度は何の用だ。どれだっけ、レイチェル聞いてみようか、ね。あなたとレイチェルはフランクからいろいろ手に入れてたんでしょ。あ、これ聞いたかな。レイチェルはだいぶハマってたみたいだ、ね。あ、これ聞いたな。俺は違うね。嘘でしょ。まるで分かっちゃいねえな。レイチェルがフランクとつるんでたのはそこにいる警官も知ってるぜ。あ、ここで得た情報を、ここで得た情報をあれが警官に伝えるのか。はい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 。ザクシツキ。あ、これでも一緒だ。しつけえな、一緒だ。仲介。聞いてねえさん。もし私をフランクに仲介してくれたら、これまでのことは水に流すの。でもいいじゃん、決定だっぽいじゃん。わかるよね。風邪薬が欲しいなら薬局に行きな。あ、熱弁するのも楽じゃないの。とにかくどうなの。うん、落ち着けよ。しょうがねえな。やってくれんの。そんなに勉強したいならフランクに高等教育って合言葉を言いな。用意してくれるぜ。本当ネイさん、ネイさん、本当。タクヨ、お前知ってんだぞ。聞いた話だと、あなたとフランク見張られてるんだって。ギク。あなたのパパが雇った警察官に。バカ言え。持ち物を雇う必要がどこにある。それに警官も俺のことをチクるほどバカじゃねえ。本当に。じゃあフランクは捕まっちゃうんだ。あんまビビってないな。いずれ捕まるさ。レイチェルと血の誓いを結ぶようなヤバいやつ。あ、これ情報じゃない、いい情報じゃない。くそ、余計な話をして。バカじゃお前。今のことは忘れろ。滑りまくりじゃん口。とにかくもう行け。喋ったら殺すぞ。え、これも先に姉さんじゃないこれ。お前バカかよ。さっさと失せな。でこれ警官終わってるでしょ。だってこれ、あんなこと言わなきゃよかった。巻き戻さないと。バグってる。姉さんはレイチェルとフランクがブラックウェルを象徴してるって。フランクはもう生徒じゃない。残念なことにこの町の顔であることは否定できないが、うん、あいつには近づくな。それからあいつの犬にもだ、うん、フランクは犬をすごく可愛がってますよね。フランクそこにいるけどな。ペットというよりボディーガードだな。血を欲しがるように訓練したんじゃないか。まさか。そんな強えの。フランクはどこから犬を手に入れたんですか。ペットショップじゃないな。あいつはかつて刀剣に夢中でね。だが何のつもりかある日急に犬たちを助けた。へえ。今飼ってるのはそのうちの一匹だ。だが危険な奴には変わりない。近づくなよ。まあ危険っぽいもんな。何のようだ。ないな。ごめんごめん。話しかけた、話しかけただけ。一番うざいやつ。話しかけただけ。今度はな。増えたぞおい。高等教育は最後に使おうか。これ行こう。クロエの借金チャラにできない。お前実は相当頭悪いだろ。なんか顔色悪くない。お前聞いてくれたら。お前の願いなんざ聞いてやる義理がないね、うん、クロエにも伝えておけ。まあまあそうだよな。行こうか。デイビッドは銃を探してる。デイビッド・マドセンがあの銃を探してるの、うん、あなたの車に来るかも。そいつは怖い。あんな骨董品どうせいらねえよ。うんうんうん、犬を助けたこと。怖そうなふりしてるけど犬をたくさん助けたんだよ、ね、あれ恥ずか。あれ無理なんかしちゃいねえ。あ、誰からそのことを聞いた。あったかいエピソード聞かせてくれました ね、 いいね。あったかいエピソード。動物が好きなんでしょ。お、犬を撫でてもいい。攻めろ攻めろ。車の外に出してあげたいんだ。お前には犬のクソだって触らせねえよ。あれか、今の鍵を取る手段だったのか。それに目的は犬じゃなくてこの鍵だろ。なんだその物欲しさ。お前鋭いな。すげえな。次はよだれを垂らしてみるか。何にしても鍵はやらねえよ。買おうよマックス。バレバレじゃん。バレバレ。ご協力どうもフランク。高等教育見たい。ちょっと待って、高等教育見ようぜ。高等教育どうなんだろう。高等教育がまさかのあれかよ。これ全部聞かないといけないの。行こうぜフランク。高等教育を受けられるとこ知らないかな。なるほどな。
ついでに大学院の学費もやろうか。ちょっと字幕早いぞ、大丈夫か。勘違いしてんのか知らねえ。ちょっと早いぞ。俺は自分と犬が食った。ちょっと字幕早いぞ。ああ、ちょっとやめて、ネタバレやめて。絶対に時間があるのに甘やかされたガキとは違うんだよ。でも。でもじゃねえ。あ、収束した。いいか、これ以上俺に何も聞くなよ。この先二度とだ。さっさと押せな。さっさと言って服を着替えるんだ。ああ、これであれか。オッケーオッケー。じゃああっちが正解なんだな。本気で怒らせちゃった。巻き戻さないと。で、今度はな。どれだっけ。あ、犬か。オッケーオッケーオッケー。犬。怖そう。はい。振り。はい。すご。はい。犬。はい。はい。はい。来たー。鍵。魔法の鍵発見。これで車に入れる。でもこんなんだってもあれじゃない。取ったら絶対なんか言われるって。なんかないの。なんか引きつけるもんないか。いや、これって絶対さ、こんなすぐ取っちゃダメでしょ。一回やってみるじゃん。絶対ダメだよこれ。悪いけど鍵はもらってくからね。お、やんちゃ。おい、てめえ何やってんだ。俺の鍵を返しやがれ。聞こえてんのかこれ。まあそうなるわな。まあまあそうなるわな。いろいろやってみようか。鍵ゲット。さあ、クロエのところに。うわー、そうだ、マックス。そうなんだ。そういえば、そっか、アイテム引き継ぎなんだ。化け物じゃん、マックス。あ、いるじゃん、あいつ。アイテム引き継ぎ化け物すぎない？あ、お前いつも食らうじゃん。お前。ちょっと冗談でしょ。あ、こっち近くに行ってやらないと。お前そういうキャラなのか。不遇キャラか。アリサ、危ない。助かったよ。お前不遇キャラだな。てか、とことん。とことん不遇だな。危機一髪だったね。これでマックスにはもう3回も助けてもらってるね。あ、これ全クリあるんじゃない。全クリ。そんな、別に大したことしてないよ。割と助けてると思うよ。マックスはケイトを助けようとしたじゃん。あ、ありがとう。たった一人で。他のみんなは写真撮ってたし。あれね、よくないよね、あの風潮ね。怖がってたんだよ。ケイトは自ら立ち向かおうとしなかったんだ。少しでも私の話を聞いてくれてたら。繊細すぎたんだよ、うん、ネットで叩かれ、学校には誰一人味方がいなかったんだよ。無理もないでしょ。まあまあ、それはそうだな。ケイトは死んだの。過去に戻って助けられるわけじゃないんだ。じゃあね、マックス。こう、あんちゃんあるよ多分。これさ、何回も言うけどさ、これのさ、写真のさ、違う、どれだっけな、写真のこれか、これでさ、このさ、5にさ、笑ってるケイトいんのよ。ワンチャンあると思うんだよな。マックスがめちゃくちゃ戻るっていう、めちゃくちゃ時間戻せるようになるっていう展開あると思うんだよな。あ、どうしたお前、なんか手入れた？いい感じの骨だね。さすがだね。まったく頼りになるよ。お礼ならフランクにどうぞ。さて、始めようか。騒いだらバレるけどな、犬が。これを使いな。え、臭そう。やだ。手洗いたいもん。1、いいな。3。で、死んじゃダメ、死んじゃダメ。道路に投げたら死んじゃうから。ごちそうだよ。やっぱ犬は犬だな。道路に投げたら死んじゃうからね。これはダメだよ。安心して入れる。さっさと済ませよう。今は餌に夢中だけど、そのうち戻ってくるかも。行こうぜ、行こうぜ。入っちゃったな。大丈夫かな。私の部屋がマシに思えるな。フランクと比べないでよ。フランクは別に、いや、あのブレスレットを持ってるだけで十分怪しいか。これなんか探すのかな。じゃあこいつだったらどこにでも行けるな。
海沿いをビッグサーの方まで行ったら最高だぜ。パクりそうじゃん、お前大丈夫か、パクんなよ。AI をぶっ飛ばしながら、またキスでもするの？ほら、おしゃべりは後にして、レイチェルの手がかりを探そう。いい車じゃん、でもキャンピングカーってやつかこれ。わかってる、ただの夢さ。いやでもなんかえらい広くない？こんな広いか。めっちゃ部屋じゃん。ドッグフード。これより骨の方かぶってるって。クロエ。クロエとこの車で旅行できたら楽しいだろうな。そうだね、結構楽しいだろうな。やんちゃなやつだほどやっぱね。フランクとクロエが一緒に飲んでる姿は想像できない。見る。ネズミ捕りを回避したい理由があるのかな。とかなんかないかな。バット。アルカディア・ベイブルワーズに入団したいわけじゃないよね。まあ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 、防衛でしょ。ボンビドゥっていうの？プードルならともかく。ボンビドゥ、ボンビドゥ、いいじゃん、ボンビドゥ。あ、銃入ってる。銃だ。クロエに返した方がいいかな。え、これは返していいんじゃない、別に。おい、クロエあったぞ、銃。本当は渡したくないけど。あ、期待できそうだ。やるじゃん、マックス。ありがとう、これで安心できる。すぐにデイビッドに返しなよ。ああ、もちろん。絶対返さないよ、こいつ。絶対返さないっていうか、普通返さないでしょ。取ったやつが返さないだろう。後悔するかもしれないけど、フランクにこれを使わせるわけにはいかない。そうそう、どっちかっていうとそういうことだよな。食器。絵に描いたような汚い台所。まあ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 、でもここで暮らしてんだったら洗えよなって感じだけどな。何にもなし。いるかその時間。まあリアルだよな、そっちの方が。クロエは怖がるどころか楽しんでる。ナイフ。なんとかに刃物は要注意だよ。ビニール袋。すごい数のビニール袋。リサイクルしようよ。そりゃおやつも食べるよね。ここに置くなよな、チョコバーを。ゴキブリ来るだろう。大切にしているものがあるんだ。でもさ、キャンピングカーってゴキブリ来んのかな。キャンプカーってゴキブリ来んの？人が生活する環境じゃないよね。本当だ、綺麗じゃない。あ、ここ怪しい、絶対なんかあるぞ。解読できそうにないな。ケイティ書いてるの？ケイティって言うの。回線弱いな。これじゃエロ動画落とせないぞ。これは回線ないもんだって。商売よ。それとも両方？繋げないでしょ、だって家から。これか。ライターにしては大げさ。めっちゃカモメの声聞こえるんだけど。オンライン販売に進出？インターネットビジネス初心者ガイド。ちょっと可愛いとこあんじゃん。あれ？秘密はなし。てかさ、あの部屋の割にさ、あの中、棚の中綺麗なんだよな。部屋の割に棚の中綺麗だよな。何か道具があれば開けられるのに。え、そこ開ける必要ある？犬を使って何やってんの？いや、犬と一緒の写真はなんか微笑ましいかも。本当だ、可愛い。これは？発見、フランクの宝物。何これ、薬？締め方よ。そのバタンと締めなくてもいいでしょう。そんな。あ、てか開けるだったんだ。こじ開けるものさえあれば。え、ナイフかあれじゃないの？だったらブロートーチは。ライターにしては大げさ。あ、違うね、じゃあナイフかな。首輪と犬のマスク、これは使えそうだね。ごめん、なんかさっきからクロエ話中断してごめん。なんか何？クロエは怖がるどころか楽しんでる。独り言かい。これは？さて、中身を拝見。お、怪しいぞ。めちゃくちゃ怪しいじゃん。めちゃくちゃ怪しいぞこれ。ああ、レイチェルとフランクの犬。ああ、思い出が。喜ぶべきか悲しむべきか。
フランキー B。 フランクか。この手紙を読んでるってことは今起きたってことね。昨夜ごめんなさい。昨日の私はどうかしてた。あなたに当たりするなんて。それからボンピドゥもごめんね。最近は何もうまくいってなくて、いつまでもアルカディアベイに閉じ込められてるんじゃないかって気がしてる。あなたがいてくれてよかった。私にとってあなたはこの街で大事だと思える数少ない存在。一緒にいる時のことを思い出すと笑顔になれるの。一緒にこの街から出ていこう。永遠にずっと大好き、レイチェル。この車を運転させてもらったんだ。すごく幸せそう。じゃあ本当に恋愛関係じゃん。本当にフランクと付き合ってたんだね。ね。こんなレイチェル知りたくなかったかも。なんだか雲行きが。フランク、あなたがしたことは良くないよ。ドラッグのせいにしないで。本当に怖がってたし、このまま元のフランクに戻らなかったらどうしようって思ってた。あんな状態を見たのは今回が初めてだったけど、もうあれで最後にして。私は失策で過去は振り返らない性格だからね。あなたのことと私たちの関係を大切にしたいからこそ言うけど、何かを変えないとこれからやっていけないと思う。いい子じゃん、レイチェル。やっぱ取っちゃったじゃん。直そうぜ扉、一応通気口危ないから。あ、てかあ、こっちは外れだったのか。じゃあいつこんな写真撮ったのさ。フランク本気モードじゃん。ナイフ返そうぜ、一応。まあ危ないとはいえさ。姉さん、すいません、こういうものがありました。レイチェルがフランクにこんな写真を撮らせて。違う、ラブレターも書いてフランクとやってたなんて。ああ、まあそうだよ、そういうことだね。そんなの一言も言わなかった。なんで。怒るって分かってたからだよ。友達なら言うだろ。結局みんな私を裏切るんだ。クロエ、もう被害妄想が。何年もいなくなるし、ママはクソ親父と再婚、そしてレイチェルまで。クロ、落ち着いて。レイチェルは行方不明、裏切られたわけじゃないよ。うるさい、そんなこと聞きたくない。クロエって思う。感情に任せんな。鍵捨てんな、お前。どうすんの。鍵ないぞってなっちゃうぞ。あ、犬の声が。でも一緒に帰るんだな。あ、そうだ、犬が外に出てるっておかしいじゃん、お前。気づけ。家の中に置いてた、車の中に置いてた犬なのにさ、外に出てるっておかしいよな。あ、でも今の察したのかな、言葉がなかったけど。クロエさ、人生がうまくいかないからって、全部私とか他人のせいにするのは良くないよ。だってそうだろ、それとも私が全部悪いってのかよ。そういうことじゃないよ。大人になりながらちょっとあれだな。誰のせいでもね、もうちょっと弱いよな。レイチェルにも責任があるっていうの。だってあいつフランクとろくでもない関係だったんだ。ぶち切れてんじゃん。私に嘘ついてたんだ。もう誰も信じられない。でも一緒に帰ってんじゃん、マックス。友達のふりばっかりしやがって。マックスもそうだろ。ちゃんとマックス送ってんじゃん、お前今。謝るなら今のうちだよ。じゃないと。分かったよ、ごめん。でもマックスは分かってない。私はきっと不幸にしかなれないんだ。違う、クロエ。じゃあ誰のせいだっていうの。父親以外に誰がいるんだよ。いや、これデイビッドでしょ。ウィリアムズさん、まさかそんなことある。デイビッドのこと。違う、パパだよ。私を見捨てて死んだ本当のパパ。代用品のクソ親父じゃねえ。あ、まあ、そっから変わったってことね。おじさんはクロエを見捨てたわけじゃないよ。そんなの分かってるよ。でもママは自分を責めてる。パパに迎えに来るように頼んだから。私だって時々ママを責めたくなる。ああ、そっか、迎えに行く途中でね。マックスには帰るはずの父親が急にいなくなる気持ち、分からないだろう。分からないけど、でもあの日私は一緒にいた。いたんかい。あれは誰のせいでもない事故だよ。関係ないよ。え、まさかさ、ちょ、すごい、めちゃくちゃさ、希望論になっちゃうけど、まさかこれさ、まさかパパが死ぬとこまで戻る。マックスがとんでもない力を持つこと前提だけどさ、まあ、その名前なんだっけ、ケイトもそうだけど、まあ、マックスがえげつない力を持つこと前提ではあるけど、パパも救えんじゃないの。
クロエまだ生きてる。でもクロエはまだ生きてる。私と一緒に。余計なお世話かもしれないけど。ああ、ほんと余計なお世話だよ。ごめんて。クロエ、私一人じゃ何もできない。ああ、クロエが必要なの。レイチェルも待ってるよ。あ、セーブされるかな。あ、これ変わってるよね。大丈夫だよね。クロエごめんって。ちょっとめちゃくちゃ雰囲気悪いじゃん、車の中。ほら、もういつも送ってくれたじゃん。じゃあなっつってくれたじゃん、クロエ。もうクロエ帰ってきた部屋に校門とこいたからちょっと気になったのにな。見慣れた顔がいたからさ。あ、クロエ&マックス。てか、そっか、レイチェルの服もらってんだもんな、今。あ、ほらほら違う、ほらほら。何今の。ほらほらほら。何が起きてるの。やっぱそうじゃん。マックス、ほらほらほら。そういうことじゃん。やっぱね、思ったもん。やっぱえげつないぐらい戻るって絶対。マックス力的に。だからパパも救うし、ケイトも救うよ、多分。まさか？いけるのか、マックス。マックスいけるのか、お前。は？ちょっと待って、これ。やだ。どうすんの、これ。ん？あ、あった。なにこれ。なにこの演出。ちょっと熱いわ。パパ。パパね、最新のパソコンを買うんだ。マックスの髪型ファンキーなんだからわかんねえよ。平気だったかい？アルバム行きだな。それは私が決めるの。約束したでしょ？ねえ、マックス。ちょっと。あ、真っ青だけど。記憶は引き継いでんだ。うん、ちょっと多分大丈夫。よし、じゃあクロエ決めてくれ。で、クロ今のが可愛いな。そうね。家族アルバムに保存ということで。どうなってるの。ところで、おじさんが。ほら、やっぱそうなんだって。クロエはまだ子供。ほら、そんなに前まで戻ったの。もう名推理じゃん、俺。18歳の私が13歳の自分の中に。俺名推理じゃん。ウィ、じゃあ卵を割ります。ただね、ちょっとね、多分すごい切りが悪いの、ここ。ここで終わった方がいいから、ここで終われば多分こっから始まるから。シェフを疑ってごめん、じゃあちょっと今回はここで終わるわ。シェフのつもりなんだ。新しいマックスになったわ。あ、テレビも違う。テレビも最新じゃない。へえ。まあとりあえず今回はこれぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。